だから俺サッカーチーム作ったのよ。アジアで一番歴史があってちゃんといろんな意味で整備されてるのって J リーグじゃない？もうサポーターの質は全然日本の方がいい。相手チームに石投げたりしてんの。なんか帰る時とかにグラスとかバルとかで飲んでるじゃん。グラスとかパリーンとか割れたりとかして。一番難しいのってサポーターを作ったりとか地域密着をしてくる方が難しいんだよ。時間かかるし感情論もあるし大事なんだよ。すごい。でもそれが J リーグってできてるから。松本山が行きました。割とあのチームは OB がそのフロントにいて広報やってたりとか、なんかね FC 今治に行くともう岡田監督が、まあ、監督辞めちゃったんだけどめちゃくちゃ営業してるしだからそういうインフラあるのにすでにできてるしうまくいってるのに、あとはそこにお金をちゃんとかけて適切な投資はできるような環境づくりすればいいだけの話で、商売下手だな東京23区内にクラブがないっていうのは致命的なんですよ。 J リーグのやっぱり最大の問題点でそこだと思うんですよ。でもっと言うと主要都市もやっぱスタジアムが田舎にあるんですよね。要はサッカーの試合だけだと厳しいんですよ。芝が養生できればいいよ。地下にピッチ使用できるようにしてとか、そこで LED ライトで養生するとかっていうやり方もあるかもしれないけど、そしたら昼 J の試合やって夜コンサートとか、そうするとスタジアムの稼働率が圧倒的に上がるじゃん。やっぱそれぐらいのアリーナって都心にあったら絶対使い勝手いいじゃんということで、多分収益率が上がるという。でエンタメビジネスは VIP ビジネスだから、アリーナ席は賑やかしだから、まあ極論しちゃうと、うん、チケット代はまあ多分あれ行ってこいか若干マイナスかもしれないね。ビジネス的には実は全然儲かってなくて、だけど盛り上がり感が演出できるじゃん。プロスポーツビジネスってそういう構造なんだよ。で VIP シートと年間シートがやっぱり、でも野球の世界とかそれちゃんとシビアにセールスしてるよ。ベストプラクティスを割と共有してる方だと思うんだけど、 J リーグって割にやっぱり全然できてないし、 VIP ルームが公民館みたいだったとか、どんな田舎に行ってもロータリークラブみたいなあるじゃん。ああいうのの場所になってるんだよね。集まる場所にサッカーのスタジアムがなってるから、そういう風にするとか。これからもう経済力はどんどんアジアが伸びていくわけじゃん。アジア中国が伸びていくわけだから、だったらもうアジアに選手もみんな来るようになればいいわけじゃん。アジアで一番来るよ、来やすいよ。中国行くんだったら日本行きたいってみんな思うもん。だってイニエスタだって来んだから。プロスポーツ選手なんで金次第で来るから。試合のレベルが低いのは相対的にそれはいい選手が取れてないだけじゃん。だけど取ればいいじゃん、金で取れるよ。でもそういうふうに金を投資しようと思ったらインカムゲインだけの考え方だと無理だよね。キャピタルゲインがあるからこそ投資をするわけじゃん。買収がしづらい環境であるのは問題。でもそこが多分一番遅れてんだよね。だからでもビジネス的に視点で見てもやっぱり売り買いがしやすい方がそのチームの流動性が高いので、売買の流動性高ければ高いほど高値で売れるんですよ。バイアウトしやすい環境を作ったら資本増強できるし、資本増強できると選手強化できるし、じゃあ彼らが J のチームを買ったとするじゃん。そしたら自分ところの国の代表とかを何人か入れたいじゃん、入れるじゃん。だバリュー上がるじゃん、チームの。昔中田秀俊がペルージャに行ったみたいな、覚えてんじゃん日本人みんな。ペルージャで行ってたじゃん、なんかペルージャに試合見に日本人か。だそれが今アジアで起こってて、タイの代表の子が札幌いたら札幌にみんな見に行ってるわけ。だから絶対そうなるわけで、レベルもどんどん上がっていくし、だからもうどんどんアジア取っていけばいいと思うんだよ選手を。こんだけ盛り上がってんのになんか放映権安みたいな。だから俺昨日までスペイン のバスク地方行ってて、で FC エバルっていう乾隆がいるチームの試合見て、まあ、ぶっちゃけ7000人収容のスタジアムなわけ。入場料絶対採算取れないよ。7000人だよ。もう下手したら J2 の下位のチームより入ってないんじゃない？だけどあれ多分リーガエスパニョーラの放映権収入の分配金で儲かってるわけよ。またそういうこと書くともうレベルが違うんだと思う、プレーのって言うわけ。選手のレベル上げるのとか大したことないんだよ。金で解決できるんだもん、プロスポーツだから。金で解決できることは金で解決すりゃいいんだよ。やっとダゾーンマネーでちょっとは
いい選手取れるようになったけど、だから俺はもし金をかけるっていうことをゼロックスさんがやるのはいいと。これ優勝チームっていくらもらえました？じゃあやっぱまあこれがね、仮にですよ、仮にですよ、100倍もらえたとするじゃない、盛り上がりますよ。だから俺サッカーチーム作ったの、東京都4部で。今年からエンブレムも決めてユニフォームも作って、いやだから1からやれば、東京都4部からやれば一応一部ずつ上がっていけんですよ。10年ぐらいで理論的に、まあ、もちろんそんなトントン拍子にいかないと思うけど、俺も最初出るから少しだ